ケイテルコチャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、第13話武井照彦の輝く話ショートバージョンをお送りしたいと思います。まあ短い話をね、何個か、お話しさせていただきたいなと思うわけなんですが、まあね、僕ね、静電気がすごいんですよ。もう今ちょっと介護のねアルバイトをさせていただいてるんですけど、あのシーツを取り替えたりするときにバチーンなるんですよ。もう何を触ってもバチーンなるし、もうだからちょっと火でも起きるんちゃうかっていうぐらいもう怖いんですよ。もう本当にばあちゃんとか触ってもバチーンなって、ばあちゃんこう腰起き上がるんちゃうかっていうぐらい、じいちゃんのシワ伸びるんちゃうかっていうぐらい、もうどんなに触ってもこう静電気がこの季節特にですよ。もう怖い。で、特に俺もう電気類怖い。あのよく芸人とかで罰ゲームであの電流とか、もう俺ああいうの絶対無理なんですよ。もう怖がりなんですよ。ほんでもうなんなんやろ、静電気、電気に弱いってなんかかっこ悪い。確かにね。普段かっこいいやつが、こう、なんか、静電気とか、俺が10代の頃ね、先輩というか、もう、ヤクザのおっさんなんですよ。もう、かっこつけてるんですよ。いつも、わしはな、みたいな感じで、竹井ちょっと、わーって、こうで、とかね、リンカーンコンチネンタルっていう、アメ車を買った時に、どうや、すごいだろ。ああちょっと乗ってみるかって扉触った時、バチッって静電気になった。ふぅってなった。かっこ悪いって思ったけど、静電気弱いヤクザっておもろいなって思って。いや、俺も、静電気弱いんですよ。だから、ああ、これどないかせなあかんとかって。で、100均で、ダイソーとかで、静電気防止のこう、リングみたいな、あれがあるって聞いて、ほんで、この前ダイソー行ってね、探して、あ、あったわーと思って、これやーと思って、触ったらバチンって静電気になって、これもかみたいな、っていうお話なんですけど。二個目の話はね、俺の親父、やっぱりちょっと怖かったんですよ、子供の頃は。こう、あんまりこう、口数の少ない人で。で、なんだろう。タバコで中学校の時見つかった時、先生に呼び出されて家帰って、おかんが親父に言った時、親父黙って、なんか道具箱から、ナタっていう竹を割るやつ、あれを持って、俺の無言で、もうタバコ吸えんようにしたのはって、さっとこう。俺一歩こう引いたからよかった。あれ引かへんかった。トランスするつもりやったぐらい怖い人やって。もうなんかいつもこう帰り、仕事から帰ってきたらこう歩いてるの見たら、襟立てて、なんかサングラスしてブスッと帰ってる。みたいな感じの親父なんですよ。でも何かにつけて、もうって怒るんですよ。で一回ね、子供頃チャンネル争いテレビの。姉ちゃんと二人で、俺はもう全日本とか新日本プロレスか、の中継が見たい、みたいに言うたら、姉ちゃんは赤い木枠が見たい、とかで、チャンネル話で、よう、もう、とつきある喧嘩してたの。で、その時リモコンとかじゃん、このチャンネルよ、カチャカチャって、カチャカチャって回す。あんまり俺らが、チャンネル争いで喧嘩する前から、うちの親父が、もうそれやったらこのチャンネル撮ってまえみたいなね、チャンネルバーン撮ってもうて。こんなもう、チャンネル輪っかのやつスコーン撮ってもうたら、こんなんしか出てないんですよ。チャンネル回されへんやんと。で、それから我が家はペンチでそれを回すようになったんですよ。自分の見たい。な、親父水曜ロードショー大好きなんですよ。親父がこう、親父が撮ってもうたんですよ。親父がこれで。チャンネルが何ちゃんとか分かれへんやん。水曜ロードショーどれやって言うてた。っていうお話なんですけど。あとはね、せやな。俺が小学校の時、古谷っていう同級生がいてたんですけど、そいつね、よういじめられてるんですよ。で、なんかね、中田っていうやつ、そいつなんかね、陰湿ないじめすんのよ。もう家、学校から、
ね。あの、中学校の時とか帰る時とか、もう家方角全然ちゃうのに、あの、古屋は遠いとこから来てるから自転車で来てるから、その自転車の後ろに中田は乗って、そんで自分の家まで送らすみたいな、そんなんやってんのよ。んで、あとは、わけわからんいじめやってんの何してんのかなと思ったら、こういう坂道があるんですよ。で、道路を越えて、こっちが、あの、田んぼっていう、この坂道を、古屋に、ノーブレーキ、ブレーキを使わずに、風だけで止めろという、どんないじめやねんと。で、シュー、古屋行けーと、ふーって、お前も断れよって思って、ふーってブレーキ使わずに、ふーって、頑張れ、古屋ふー、止まるわけあらへんや。何回も田んぼに落ちてたわ。まあそんな古いやないやけど、うん、俺らが40歳になった時に同窓会がありまして、もう何十年ぶりにみんなどうで、みんなそれぞれそない変わってないわ。一緒やわ。あれなんなんやろな。安永いうのはガスって言わたらないけど、そいつ一回ね、小学校2年生の時、給食の時、平行いたんですよ。それでガスって言わたらない。まあまあ、そんなやつもおったりとか、まあほんで、まあ中田もいてて、相変わらずやわ。で、古屋もいてて、な、古屋だけが、なんか違うのよ。なんかちょっと変わった、みたいな黒のスーツ着て、バシッと決めて、こんな顔しとんのよ。なや、あいつ、思って。ほんで、まあまあ、みんなでわーの、盛り上がって、で、まあ、二次会とか行った時に、なんかまあ、カラオケ歌ってる時に、古屋が急にバーン、前に持って、おいお前らよく聞け俺は昔の俺とちゃうんじゃみたいな、言うて、おぉ、何歌うんだよ、古屋。で、俺はな、昔のみたいな、中で、おい古屋、ビール買うてこい言うて、えぇなんで買いに行かない、いかんねんみたいな。おぉ、凍ったよんけ。その中田は相変わらずもうええ年越えて、こうで来いやってバーンとついたんですよ。な、古屋はよろけそうになって、その時倒れる時に地面に向かって、ふぅ、ふぅって止めようとしてた。変わってへんやん。っていう、まあ、話なんでございます。うん。で、もう一個の話は、まあさっきね、あの、静電気の弱い、あの、ヤクザ、それ、よくドライブ連れて行ってくれるんですよ。その、リンカーン、コンチネンタルで。うん、もう生きてるんですよ。かー、左ハンドルで、かー、みたいな。ああ、わしはな、この街のな、もう怖いもんなんか一人もおらへんわ。ああ、なんでも、てんちゃん、なんでも、あったら言うてこいよ、みたいな。はー、偉そうに。乗ってる。まあ、外車乗ってるから気が大きくなるんやろね。ほんで前にね、アルトっていう可愛らしい赤のね、で、後ろにこう、ウルトラマンの、ちっちゃいウルトラマンの、お人形というか、ぬいぐるみがこう、7つぐらい並んでるんですよ。可愛らしい、みたいな。それがもう、チンタラチンタラしてるから、あ、どげこれポーンパンパーンとかでこらっちゃうの。なぁ、ゾーン、まあまあ。ちゃんとあるわ、知らんけよ、うらみたいな、言うてるんですよ。うん、でもまだ、ちんたらちんたら上で、まだ、ババーンなれんじゃん、あんなもん、お前、もう、ちょっと、なんや、おもちゃみたいな、もう、車、まあ、走ろうわ、ああ、ババーン大丈夫だとか、言うてたら、あの、アルトが止まったんですよ。で、4ドアなんですよ。4ドア、全部の扉開いたときに、全員ハゲチャピンで、眉毛なしで、顔色黒い、こんな体のさ、どう見ても、もう、ヤクザなんですよ。それが、なんじゃこりゃって出てきたんですよ。うーわ、怖ー思って、そんなもんね、そんな人が乗ってる車ちゃうやん、アルトって。ウルトラマンってどういうことやねんと。それらしい車乗っとけや、思って。で、うわぁ、うわ、これ、喧嘩になるわ、思って。ああ、もうやってまうやろな、と思ったら、パッと横見たら、そのおっさん、ここの脇で、昔のあの林間、ここの脇、ここの肘のところで、あの、ドアのロックカチャンって閉めて、てんちゃん、絶対目合わすなよ。もうフロントガラスの方、ああ、うわぁとか言うてる。絶対目合わすなよ。なんじゃこのおっさん思って出てこいこらー言うててあかんあかんずるいわって言うてずるいわってあ、うん、
あんな人があんな車乗ってたら、ずるいわ言って、そのままギャーン振り切って、走って逃げたで。次の日から、そのおっさん、リンカーンコンチネンタル車庫に入れたままで、家のあの、パッソルいう、あの、50cc の、ずっとそれ乗ってたっていう話です。ショートバージョンでした。